お目目もパッとなきゃぎさんと明日石一緒にティーなどいかがです。サンドウェッジを食べながらそっとしたなら今日あたり、人生ホールの19番しびれて高すんなお金を吸い込んで明日石尾崎にアプローチしたけれどトレビの男に邪魔されてこの野郎もトラさんが大きな顔してあふられだけ明日石サボってゴルフへ来てみりゃ部長さんも彼女とプレイ中明日石慌てた拍子にミスショット球は部長さんに跳ね返りちょろっとずれのスカートへ、ブラックシャフトが穴いてますスイスイ。小さなボールに挽回されても石石村上しないでよスイスイ。どんなにラフが深くても使っちゃいけない手の五番負けてもニコニコニコラウス生かした安田と言われる